最近お兄ちゃんがニヤニヤしてる。多分女だ。お兄ちゃんお風呂開いたよ。お母さんが早く入れって。分かったよ。さてと、パスワード？まだ入試の受験番号なんだ。不用心だな。皆川ゆき、やっぱりこの女か。お兄ちゃんをたぶらかす悪女め、苦しめてくれるわ。悪いけど、もう話しかけないでくれるかな。勉強の邪魔だから。ホタルちゃんね。どうして急に？私何かした？もしかしてあのことが原因？あのこと？何か怒らせることしたのかな。まあこの女ならありそう。そうだよ。でもあれは古谷君が求めてきたから。求める？何を？ノートでも借りたのかな。よくわかんないけど、とりあえず切れとこう。そんなつまらないことは忘れろよ。ひどい。私だって初めてだったのに。初めて？何が？お兄ちゃんから求めてこの女には初めてだったこと？あ、もしかして。確かに僕から求めたけど、デートくらい誰でもするだろ。それに僕だって初めてのデートだったんだ。やっぱり分かってないのね。そんな、じゃああのデートは遊びだったっていうの？ほーら、やっぱり。こないだ帰りが遅いと思ったらこの女と。そうだよ。じゃあ私と寝たのも遊び？はあ。寝たって、お昼寝でもしたのかな。デートで昼寝って、お兄ちゃんも変わってるな。ただ寝ただけだろ。じゃあお腹の子はどうするの？そういうことか！でも子供ってそういうことをしないとできないし、お兄ちゃんに限ってそんな。本当に僕の子なんですか？証拠でもあるんですか？古谷くんとしか寝てないわ。嘘だ、こんなの。まだ高校生なのに。あれ、ホタル、人の部屋で何やってんの？お母さん！ホタル？なんだよ。ホタル！